思いがけず三線をプレゼントしてもらったみーちゃん。しかしみーちゃんはプレゼントしてもらった三線をしっかり弾きたくて練習を繰り返していました。今も練習しているので見てみましょう。みーちゃん、こんにちは。こんにちは。練習頑張ってるね。うん、この前撮った自分のカラオケに合わせて頑張って弾いてる。そっか、みーちゃんはピックで弾くんだね。うん、三味線で使うバチとか三線のピックが高いから持ってるピックで練習してる。そっか、でもなんかいつものピックと違うね。うん、ウクレレ用を使ってる。そうなんだ。じゃあ今夜の完成楽しみにしてるね。うん。そして夜、撮影現場に向かう前にママが最後の仕上げ、慣れない手つきでストラップピンをつけるためにドリルで穴を開ける。少しのズレが演奏に影響するため慎重に少しずつのつもりなんだけど、実はもうすでにつけてました。みーちゃんがストラップをつける。そしてみーちゃんの5時間の練習の集大成でグレンゲが奏でられる。